国分寺線は東京都国分寺市の国分寺駅から東京都東村山市の東村山駅までを結ぶ西武鉄道の鉄道路線である。駅ナンバリングで使われる路線記号は SK。起点の国分寺駅は JR 中央本線と並列になっており一面一線である。過去には国鉄との間で貨物列車を係走していた。 多摩湖線とも乗り換え可能であるが一段高い場所にホームがあり線路もつながっていない国分寺駅を出ると西に向かってしばらく中央線と並走した後右にカーブを切る野川の源流となる池や日立製作所の中央研究所が線路右側にありカーブを曲がり切ったところに羽沢信号場が設置されここで単線から伏線となる北西方向へ直進する途中で 府中街道と踏切で交差。そのすぐ先で JR 武蔵野線と立体交差する。武蔵野線は小平トンネルの南高校にあたり、南側にのみ線路が見える。直進のまま、小医学母域に到着。小医学母域からは単線となりしばらく直進の後、右カーブを描き五日市街道と交差し、北上、さらに玉川上水を渡り高の大駅に到着。 交換可能な二面二線で、周辺は学校が多いため生徒や学生で賑わう。再び断線となり北上し、大梅街道と踏切で交差し、左からカーブを描いて、灰島線が合流すると、小川駅に到着する。小川駅は二面四線で中央の二本に、国分寺線、両側の二本に、灰島線が発着する。駅の東側には、ブリジストン東京工場がある。 小川駅を出ると、灰島線は、伏線で、右カーブを描き、萩山駅方向へ分かれていき、国分寺線は、単線となって直進する。その先で、玉子線は、築堤で当線の上を直行するが、駅は、なく乗り換え不可である。玉子線のすぐ先で、玉子自転車道と踏切で交差する。さらに北上してから堀川、続いて新大梅街道を橋梁で渡り、 右側からカーブを描いて、新宿線が合流し、東村山駅に到着する。全列車が各駅停車で、国分寺駅東村山駅間の折り返し運転が基本である。2019年3月16日ダイヤ改正以前は、日中に新宿線へ直通する本川越駅発着列車があったが、東村山駅周辺の高架化工事に伴い、 直通運転は休止された。なお、早朝には、西武沿線へ直通する、西武園駅発着列車が運転される。新宿線西武新宿駅方面への直通列車は、設定されていない。2018年3月9日まで、競輪開催時には、あざと日中にも、西武園駅発着列車が運転されていたが、2018年3月10日の、 ダイヤ改正よりこれらの列車は東村山駅発着の西部園線内運転となり、運転区間が短縮された。2019年3月16日ダイヤ改正より東村山駅周辺の高架化工事に伴い、国分寺線で運用する車両の送り込みを新宿線南入り車両基地から東村山駅への改装執行、または新所沢駅からの営業運転で行わなく、 なったのに伴い、灰島線玉川上水車両基地からの送り込み階層に変更し、玉川上水小川東村山駅間で定期の階層列車が設定された。そのため、車両の向きがダイヤ改正以降と以前で変わっている。国分寺線内は各駅の法務庁が6両分までしかない関係上、原則6両編成を蘇生できる車両に限定されている。 それ以前の車両については省略。その他、臨時列車として4000系や1万系が国分寺まで入線したことがある。国分寺線は西武鉄道で最も歴史の古い路線であり、1894年に川越鉄道が付設した路線である。当初は国分寺駅川越駅間が本線であった。なお、川越鉄道は後部鉄道の子会社であり、 現在の中央本線と直通する飯田町駅、川越駅間運転の列車も設定されていた。1927年に東村山駅高田の馬場駅間が開業すると、国分寺駅東村山駅間は分離され、支線となり、現在の形態となった。国分寺線の距離を示すキロポストは、新宿線本川越駅から東村山駅を経て、 東路線国分寺駅までの通算となっている。これは川越鉄道時代のキロポス。例えば2 0 0 0系6両貫通編成の場合、2019年3月改正以前は国分寺法から TCMMMTC、MM MM、TC であったのが TCMMMMTC、MM MM、TC となっている。ありがとうございます。